DT は守るべき。別にそんな守るってわけでもないけど、別にそんなさ、前も言ったけど、そんな DT を恥じることなんてそもそもないんですよ。お、DT だわ、みたいな。早く卒業したいな、とか。なんでそういうこと気持ちになるかというと、誰かが言ってるから、DT をバカにする奴が、うん。DT をバカにする奴がいるから、恥ずかしさが出るんですよ、自分に。そんなバカにする奴がいなければ、いつか来た時にやればって言い方悪いけど、エッチできれば、好きな人が出てきた時に、やればいいわけですよ。つまりバカにするやつが一番悪いんですよ。バカにしてるやつはじゃあ自信を持てないんですよ。そのエッチに対して。だエッチをするってその快感を得るっていうのもそうだけど、そのそもそも根本はさ、こう作ることだからさ、新たな生命を生み出す神秘的な行為だからね。その神秘的な行為をバカにしてるわけだから。DT っていう風に言ってるやつはね、まだ卒業してないのみたいな、うん、自分に自信が持てないやつなんですよ。プロ探偵の先生になっちゃった。そうそう、セクな私はアウトだな。だからそう、だから守るっていう言い方はおかしいけど、別にそんな急ぐ必要もないしね。本当好きな人に、やっぱ女性もね、分かってくれと思う。まあ、テクニックとかいろいろ男は自慢したがる生き物だけど、そんなの必要ない。本当に好きだよっていう気持ちがやっぱ大事だからさ、エッチって。うん。だからそのテクニックは、愛はテクニックを上回るよね。うん。すげえ今俺いいこと言ってる。うん。愛はテクニックを上回るから。愛は、そうそう、テクニックを上回るからさ。そうそうそう。だから、そのエッチ、曲の言うと、そのエッチばっかしてさ、自慢してる奴は、お前まだ DT なのみたいな。僕 DT です、みたいな。で、ある一人の女性がいました。で、そのエッチばっかりしてる男が、その女の子とやる。で、DT の僕が、その女の子とね、やるっていう、まあ、家庭のやつとして、本当に好きな気持ちになるわけじゃん。DT の人は。あ、本当可愛いな。もっとなんか、肌をすり合わせたいなとか。でも、エッチ一発化してるやつはもう慣れが出ちゃってね。で、どっちがいいかと言ったら、そりゃ絶対女の子はね、その DT の子の方のエッチの方が、愛を感じてすごい好きって言ってくれる。そしたらもう勝ちじゃん。うん。誰が決めるっていうのは、相手でしょ。女の子が決めるってことでしょ。そうそうそう。どうだよこれ、僕の理論どうすか。やりたくなっちゃう。わら、どとのが反応も楽しいと思う、うん、だからそう、結論から言えば別にそんなすぐ卒業する必要はないです。感じ方違うから自慢してもね。しかもさ、何人とやったかっていうのを、人の自慢話ほどつまらないものはないからね。上腕二頭筋の2、上腕三頭筋の3、23歳、プロタンです。プロテインです。すいません、今年で26です。あの動画見ていただいてありがとうございます。ですね、他にもですね、まあ、いろんな多種多様な動画がありますので、僕いろいろブレております。はい、まあ、興味ある方はね、こんなことやってんだっていうのが、まあ、わかるかなと思うので、まあ、いろいろ、まあ、チャンネル登録、こちらテロップ出てるのかな、まあ、あのクリックしていただければと思います。ありがとうございます。で、他にもTwitter をやっておりますので、あの、まあ、興味ある方はですね、まあ、そちらもフォローしていただければと思いますので、まあ、お互いにね、辛いこといろいろ、まあ、楽しいことあると思うんですけども、この動画通じて、お互いにウィンウィンの関係築いていきまっちょ。ということで、ありがとうございました。バイバイバイスクール。チャリン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 。つまんねー。